皆さん、こんにちは。囲碁が大好きなクラステングのクーロンです。今回の囲碁旅は、世界遺産厳島神社がある広島の厳島、通称宮島を訪れました。古くから神の住む島として信仰されてきた厳島は、時の権力者の崇敬を集め庇護されてきました。厳島神社の特徴である海上社殿は、神南3年頃に平の清盛により造営されたもので、戦国時代には毛利元就により大掛かりな修復が行われています。厳島神社は平成8年にはユネスコの世界文化遺産に登録されています。歴史ある厳島神社は、囲碁の歴史においても元亀2年に神社遷宮に伴う行事で京都と山口の碁打ちの対局が行われたと記憶されています。厳島神社に招かれた京都の吉田神社の神官に同行したのは、長岡という人物と碁打ちの千夜。文字は違いますが、千夜とは本因坊三佐の師匠と言われる千夜のことではないかとも考えられています。また長岡とは室町幕府の重臣であった長岡藤孝、後の細川雄斎のことではないかと言われています。厳島神社に隣接する山頂にある国の重要文化財、豊国神社、通称戦場閣は、天正15年に豊臣秀吉の命で大共同として建築が始まりますが、秀吉の死により畳や天井がない未完成の状態で現在に至ります。戦場閣にある多くの奉納額の中には、囲碁に関するものもあります。一つは、明治期に囲碁関係者が奉納した絵馬で、描かれている棋譜は本因坊女上と赤星隠徹の渡月の曲だそうです。絵馬に記されている奉納に関わった人々の中に、広島県出身で本因坊秀作の弟弟子石屋耕作の名がありました。渡月の曲の絵馬の向かい側には、平成21年に亡くなった藤沢秀行名誉棋聖の書があります。書家としても評価が高い藤沢名誉棋聖の奉納額は、平成7年に厳島神社御鎮座式年1400年祭奉納囲碁大会が開かれた際に奉納されたものだそうです。奉納額に書かれている来来とは、石が多く積み重なっている様を表していて、心が広く精進にこだわらないという意味があるそうです。先日、令和2年の日本棋院囲碁殿堂入りが決まり、孫の藤沢里菜女流三冠は広島アルミ杯若恋戦に優勝、女流棋士として初の男女混合の公式棋戦を制するなど、亡くなった現在も何かと話題の多い藤沢名誉棋聖。世界遺産厳島神社へ行かれた際は、ぜひ戦場閣へも足を伸ばし奉納額を拝観してみたらいかがでしょうか。